アンソニー・リー・バーネットは、アメリカ合衆国アラスカ州アンカレッジ出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。愛称はバルニテス。2020年1月30日から東京ヤクルトスワローズの編成部アドバイザーに就任。2006年の MLB ドラフト従順目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。この年は、参加のパイオニアリーグのルーキー級。 水浦オスプレイで優勝を経験した。2008年は AA 級モービルベーベアーズで11勝7敗、防御率3.87を記録した。2009年はトリプル A 級離の a ー,ーズで14勝8敗、防御率5.79を記録。シーズン終了後にはアリゾナ州の球団施設での練習中にクローザーとして NPB で活躍したマーク・クルーンからアメリカと 日本のストライクゾーンの違いなどに関するレクチャーを受けた。2010年1月7日に NPB の東京ヤクルトスワローズと1年契約を結んだ。4月2日の横浜ベイスターズ戦に先発投手として一軍公式戦初登板を果たすと7回無失点2桁脱三振という内容で初勝利を挙げた。ヤクルトの外国人投手が 来日初登板で初勝利を挙げたのは2003年のジェイソン・ベバリン以来である。しかし以降は乱状に陥ったため1軍と2軍を何度も往復。このためシーズン終了後には NPB から一旦自由契約選手として公示された。2011年は球団が先発投手として獲得を検討していたハイエイジュがメディカルチェックに合格しなかったことを受けて 1>, 1月12日に再契約。公式戦の開幕後には、先発ローテーション枠との兼ね合いで、救援要員に回ると、中継ぎで安定した投球を続けた。セットアッパーの松岡健一が戦線を離脱してからは、勝利の方程式に組み込まれるとともに、クローザー、林昌優につなぐ役割でもっぱら8回に登板した。なお、時系の急世を受けて、5月16日に、 アメリカへ一時帰国。復帰後もセットアッパーとして活躍を続けたが、9月5日に右手首の剥離骨折で戦線を離脱すると、そのままシーズンを終えた。2012年は、林の不調などで開幕からクローザーに転じると、3月4月の当番だけで10セーブを記録。また、シーズン初当番から5月17日のオリックスバファローズ戦でリオーハルに、 本塁打を浴びるまで失点を許さなかった。このような活躍によって、オールスターゲームに、セントラルリーグの監督推薦選手として初出場を、果たした。レギュラーシーズン通算では、中日の岩瀬ひとのりと並んで33セーブを、記録した末に、来日後初の最多セーブ投手になった。中日と対戦した、クライマックスシリーズでは、第3戦で1点リードの8回途中から、 登板したが、トニー・ブランコに逆転満塁本塁打を浴びたことで、チームのシリーズ敗退につながった。2013年は、前年に続いて、クローザーを任されたが、4月に、右内腹射筋の肉離れで、出場選手登録を抹消。再登録後も、一軍公式戦で失点を重ねた。9月以降は15試合の登板で、防御率0.00と復調。しかし、 一軍公式戦全体では、一勝8敗7セーブ、防御率6.02という成績でシーズンを終えた。2014年4月2日の広島東洋カープ戦の、登板中に、打者走者へのタッチプレーで、左十字人体を部分断裂。開幕直後から2ヶ月以上の戦線離脱を、余儀なくされた。6月に一軍に復帰すると、7月5日の広島戦で、 自身11ヶ月ぶりのセーブを記録。9月に左は秋原の張りを訴えて、再び戦線を離脱するまで、クローザーとして14セーブを挙げた。2015年は、新加入のローガン・オンドルセクトの競争の末に、クローザーの座を維持すると、公式戦の開幕直後から23試合連続、無失点を記録。オールスターゲームには、セントラルリーグの監督推薦選手として、 来日後2回目の出場を果たした。レギュラーシーズンでは、前述のオンドルセク、秋吉良、オーランドロマン、九子健太郎が揃った、救援陣の一角を担いながら、チーム14年不利のリーグ優勝に貢献。セーブがつく場面での救援失敗をわずか1回に、とどめるほど好調で、ゴのノボルカンと共に41セーブを挙げた末に、来日後2回目の最多セーブ投手になった。また、 ポストシーズンでは巨人とのクライマックスファイナルステージで2セーブを記録した。なお、2015年でヤクルトとの契約期間を満了したことから、交渉代理人の段野村を通じて MLB 移籍を模索。11月2日にポスティングシステムの利用を表明したが、12月6日の交渉期限までに MLB 球団との契約が成立しなかった。ヤクルト球団では、 バーネットへ残留を要請する方針のもとに、12月2日付で NPB から公示された保留選手名簿にバーネットを記載。しかし、バーネット自身の意向や MLB の複数球団からの身分紹介を受けて、遺跡を事実上容認する姿勢に転じた。結局、保留選手名簿からの除外を経て、同月8日付で NPB から自由契約選手として公示された。 テキサスレンジャーズ時代2015年12月15日にテキサスレンジャーズと2年契約を結んだことが球団から発表された。バーネットにとっては初めてのメジャー契約で3年目の契約については球団が選択権を有する。2016年4月5日の開幕2戦目のシアトルマリナーズ戦で初登板を果たすがヤクルト時代の同僚だった青木のリッチカに 敵自我を打たれるなどに失点で敗戦投手となるメジャーデビューとなった。しかし次第に適応して監督の信頼も勝ち取り最終的には53試合にリリーフ登板して防御率2.097勝3敗15ホールドホイップ1.16という好成績を記録してチームの地区優勝に大きく貢献。特に16回のホールド機会のうち失敗をわずか1回に 止める安定感で、レンジャーズのブルペン人の一角として欠かせない存在へと成長した。2017年11月6日に FA となったが12月4日にレンジャーズと1年150万ドルで再契約を結んだ。2019年2月1日にシカゴカブスと1年契約を結んだが、MLB 公式戦2試合に登板しただけで契約を満了。 翌2020年1月29日に現役引退を表明した。2020年1月30日付でヤクルト球団の編成部アドバイザーに就任。アメリカを拠点に外国人選手のスカウトやサポート役などを担うほか、日本国内でのキャンプを随時視察する。平均球速約時速 148km、最速時速 156km の速球とスライダー、 カットボール、平均球速約時速 134km の、チェンジアップを投げ分ける。マイナー通算97試合登板のうち96試合が、先発での登板だったが、NPB2 年目で中継ぎに回った2011年からは、ブルペン保守の安倍茂木の助言からストレートとカットボール、ツーシームを軸とした投球スタイルに変え、請球が安定した回脱三振率を誇っている。 さらに2013年終盤からは前日のストレート形主体のピッチングスタイルに加え、空振り率が高く、被打率も低いナックルカーブを交えて、より緩急をつけるようになった。ヤクルトには2010年から2015年までの延べ6年間在籍、現在まで球団史上を最も長く在籍した外国人投手である。尿酸値が高く、ヤクルト時代の2010年シーズン中には、 通風を発症したことで出場選手登録を抹消された。ハリウッド俳優顔負けの端正な顔立ちが特徴で、ヤクルト時代には外国人選手ながら女性ファン人気が高かった。テレビ中継で実況解説陣が容姿に触れることも多く、2010年シーズン前に初訪日した際には空港でバーネットの姿を目撃した。 千葉ロッテマリーンズ広報の梶原希少が格好良すぎると絶賛していた。2014年に娘が生まれ父親になった。妻の出産のために一時帰国し再訪日した際には世界中で一番可愛いよ。生まれてきてくれたことに幸せを感じるし、人生の中で特別な経験になったねと満面の笑みで語った。試合を締めくくると吠えながら、 ガッツポーズを何度もすることが多く、その行動が、ダンスと評されることがある。ヤクルト時代に登板した試合では、退場処分を一度も受けていない。ただし、非常に短期な性格ゆえに、以下のように退場寸前の事態へ陥ったことがある。レンジャーズへの移籍後も、各種メディアのインタビューに対して、ヤクルトへの恩義と感謝の気持ちを絶やさない姿勢が、伝わるコメントを披露。 そのような姿勢をも含めて、レンジャーズのファンの心を、がっちりと掴んだとのことである。NPBNPBNPB 投資記録、NPB 打撃記録、NPB その他記録、MLB 投資記録。ありがとうございます。